サッカーの FIFA ワールドカップ2026北中米大会アジア最終予選が5日に埼玉スタジアムで行われ日本代表は中国代表に7対0で勝利した予想以上の点差をつけられた中国ではファンやメディアも嘆きの声を上げていたが実際にピッチで戦った選手も今日のようになるとは確かに思っていなかったトムネのうちを語っている動画大差をつけられ戦意喪失 もはやうなだれるしかない中国代表の様子。中国は前半12分、遠藤のヘディング弾を許して失点。さらに三苫にもゴールを決められ、前半を0対2で折り返すと、後半はさらに失点を重ねた。南野、伊藤、前田、久保と日本の攻撃を止められず、終わってみれば0対7と惨敗を喫した。中国メディア G ・ボーバは、MF 利元一、ユエイ。 が中国公共放送 CCTV の取材に対して語ったコメントを紹介した。李は、今日はまず、もちろん守備を中心に据えた。相手は早い段階でフリーキックから局面を広げてきた。こっちはあらかじめ練習していた守りを確実にしようとした、とこの試合の狙いを説明。こちらの守りを、相手はパス、カット、個の力で突破してきた。 確かに差があったと振り返っている。今回の結果について想定外かと問われた理はその通りだと思う。難しいとは思っていたが、今日のようなことになるとは確かに思っていなかった。とても辛い、と正直に語っている。この試合には注目が集まっていたが、こんな大差で負けてしまった。大連に戻ってから、次の試合のためにしっかりと準備したいと願っている。帰ったら、やはり、 しっかりと自分を高める。これが世界の強いチームとの差だと受け止めていた。